ポスト川勝をめぐる知事選に向けた動きは今日になって一気に加速しました。元官僚で県の副知事も務めた大村慎一さんが今日出馬を表明し、前の浜松市長鈴木康友さんも出馬を前向きに検討していることが分かりました。今日は私がこういう形で立候補の気持ちを固めたということについて、ご説明をさせていただきたいと思った次第であります。今日知事選への出馬を表明したのは元総務省官僚で県の副知事も務めた大村慎一さんです。大村さんは静岡市出身で1987年に現在の総務省に入り、静岡県の副知事などを経て去年7月に退職しました。知事の急な辞職というお話がありまして、非常にその中で混乱も起き、対立と分断があるように思っております。私が取り組みたいのは県政の立て直し、その一点でございます。知事選をめぐり正式に立候補を表明したのは大村さんが初めてです。関係者によりますと、県中部の経済界の一部などが国とのつながりや地方行政の経験がある大村さんに打診していたということです。大村さんは出馬表明の後、県議会の最大会派自民党会派に挨拶し、支援を要請したということです。どういう形でなるかということも踏まえて、全く現時点では白紙であるということであります。本当に驚きました。こんな早くですね、候補者の方が名乗りを上げるとは全く予想だにしてませんでしたので。大村さんは富士の国県民クラブなど他の会派も回った後に川勝知事のもとへ、もうご挨拶で、頑張ってくださいと言っていただきました。大村さんは政党などに所属せず無所属で出馬する方針で、オール静岡を目指したいとしています。一方、知事選をめぐっては前の浜松市長鈴木康友さんも出馬を前向きに検討していることが分かりました。鈴木さんは浜松市出身で衆議院議員を務めた後、2007年に市長選で初当選し、去年4月末まで4期16年務めました。関係者によりますと、浜松市の経済界の一部が政令市の市長としての経験や知名度がある鈴木さんに打診したということです。鈴木さんは今日 SBS の取材に対し、現在情報収集中で前向きに熟慮しているとコメントしています。こうした状況に鈴木の鈴木修相談役は、おはようございます。おはようございます。ノーコメント。ノーコメント。鈴木康友市長については特にコメントはないでしょう。知事選に向けた動きが一気に表面化する中、自民党会派は緊急の会合を開き、知事の辞表提出に伴う選挙の日程を共有した上で、候補者擁立に向けてスピード感を持って動くことを共有したということです。対決とか対立とか、党利党略も含めてそうなんですけど、そういった構図ではなくて、静岡県の今の状況を冷静に分析してですね、どういう施策方針が必要なのかという中身は本当に注視してこだわっていきたいという思いは強いです。一方、立憲民主党県連も今日幹事会を開き、知事選に向けた対応を協議しました。裏金問題をまだまだ解決しきれていない、そしてうまく引き上がっている自民党が主導してこの県政の舵取りを担うのか、私たち自身が主軸になって県政の舵取りを任せる人を探していくのか、大事な局面になりますので。また立憲民主党県連顧問の渡辺秀衆議院議員が今日連合静岡を訪れました。知事から打診とも受け取れる連絡を受けたことなど、一連の経緯を説明したということです。
かけるのはいなくなるのは困るということももちろん幹部から言われてますし、やるなと応援するぞという声がたくさんいただいてますし、どちらもそうおっしゃる通りなので、本当にどちらもありがたい言葉としてどちらも重く受け止めています。知事選の候補者をめぐっては与党野党とも党内での意見が分かれていて、今後与野党相乗りの可能性も含めた調整が続いていくとみられます。